私こそがウルトラモンだ。あ、違う。今日これじゃなかった。どうもー、ダーシマ動画チャンネルです。皆さん、ダーシマパパのウルトラマンオーブダーク変身シーン見てくれましたか？見てない方はね、ぜひ動画概要欄の方に、リンクが貼ってあります。もしくはこの辺に、カードが貼ってありますので、そちらの方からぜひね、ご覧になってください。さあ、今日はですね、他の YouTuber さんたちはみんなね、ジオウの、玩具をレビューしている中、私はこれを紹介しますよ。シャイニングウルトラマンゼロクリスタル。はい、今日はこちらでございます。はい、このクリスタルはですね、テレビくん10月号の完全オリジナルホマの付録でございます。はい、見てください。もうね、今回の付録これですよね。ジオライドウォッチとビルドライドウォッチで、この時空ドライバー、そしてね、立体マスクがね、今回の付録でございます。おい、こっちだよ今日は。だけど今日はこちらをね、見ていきたいと思います。ちょっと中見ちゃう？ほ、見て、ほら、ジオだよジオ。ねえ、すごいねジオね。あー、あー、今日こっちだってば。こっち。投げでね、気を取り直してこちら開けていきましょう。じゃじゃーん、すげー輝いています。こんな感じ。これがね、シャイニングウルトラマンゼロクリスタルでございます。こんな感じになっております。角の色はオレンジ、はい、で絵柄こうですね。かっこいいですね。漢字は木、輝くって感じですね。通常のゼロクリスタルと絵柄を見比べてみると、このような感じですね。ダシマ、さあ、じゃあこのルーブジャイロにね、こちら装填していきたいと思います。あ、違った、間違えた。さあ、ゼロクリスタルといえばルーブスラッガーと連動するのか、やってみますか。ルーブスラッガーアタック。特に連動音声はなしですね。ダシマ、はい、そんなわけで今日はこちらのウルトラマンルーブシャイニングウルトラマンゼロクリスタルを紹介しました。こちらね、テレビくんにしかついてこない完全オリジナルの付録になっております。皆さんもぜひ買って遊んでみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。おすすめの動画もよろしくお願いします。そんなわけで今日はこの辺でバイバーイ。